ペチジン、別名、メペリジンは、フェニルピペリジン系の合成オピオイド鎮痛薬の一つである、1939年にドイツで抗コ,コリン薬として合成され、その後鎮痛作用が発見された。中枢に作用して、鎮痛作用を示す。塩酸塩として、蛍光、皮下注射、筋肉内注射、静脈内注射で用いられる。中等度。 または重度の疼痛に対する、鎮痛薬あるいは、麻酔前投与薬として使用される。日本での商品名は、オピスタン、または、ペチジンエンサンジオ。米国では、多くの医師に使用されており、1975年の調査では60%の医師が、急性疼痛に、22%の医師が、重症慢性疼痛に処方した。鎮痛作用。 呼吸抑制作用はモルヒネよりも弱い。モルヒネに比べてペチジンはより安全で依存性が弱く推定される抗コ,コリン効果によって単動痙攣や人選痛への有効性は高いと思われていたが、これらは後にすべて幻想であったことが判明し、少なくとも依存性リスクは同等で単動痙攣や人選痛への効果は他のオピオイドに優越せず毒性を持つ 代謝物のために他のオピオイドより毒性、特に長期投4時の毒性が高いことが明らかとなった。ノルペチジンはセロトニン作用を持つので他のオピオイドと異なりペチジンの副作用にはセロトニン症候群がある。ペチジンは日本で麻薬に分類されている。米国では1970年に規制物質法でスケジュール2の麻薬に指定されている。 ペチジン合成の中間体 A、B、C も CS 支援9232、CS 支援9233、CS 支援9234として規制されている。1961年の麻薬取扱条約に記載されており、ほとんどの国でモルヒネと同一の管理化条件にある。蛍光薬は、激しい疼痛時における鎮痛、鎮静、 神経に用いられる。注射薬ではさらに、での使用が認められている。ペチジンは分娩で最も広く使用されているオピオイドであるが、他のオピオイドが開発されると米国などの一部の国では引用されなくなった。薬物相互作用を呼び、神経毒性を持つ代謝物、ノルペチジンが生じるためである。英国やニュージーランドでは今でも広く用いられており、 英国では、分娩時の使用が推奨されている。ペチジンは、腸の関空内圧力を低下させるので、経質炎に対しては、好ましい鎮痛薬である。下記の場合には禁忌とされている。重大な副作用には、薬物依存、呼吸抑制、錯乱、洗毛、痙攣、無気配、気管支痙攣、高等浮臭、麻痺性イレウス、中毒性巨大結腸がある。 注射薬ではさらに、ショック、アナフィラキシー様症状が挙げられている。ペチジンでは、一般的なオピオイドの副作用である起き、嘔吐、鎮静、めまい、発汗、尿閉、便秘が起こるが、抗コ,コリン作用のため宿道は発生しない。呼吸抑制などのペチジン作用を解毒するためには、ナロキソンなどの麻薬喫光薬が使用される。 抗うつ薬である選択的セロトニン再取り込み、阻害薬やモノアミン酸化酵素阻害薬を服用している患者では、セロトニン症候群が発生する。傾向的に、長期間ペチジンを服用している患者では、血中のルペチジンが集積して、痙攣発作が起こることが多い。過量投与時には、筋弛緩、呼吸抑制、感覚鈍麻、冷たく湿った肌、低血圧、 昏睡が生じる。蛍光服用時でも、注射時でも、過量投与すると死亡することがある。ペチジンは、フラゾリドン、イソカルボキサジド、モクロベミド、フェネルジン、プロカルバジン、セレギニン、ドラニルシプロミンといったモノアミン酸化酵素阻害薬と、重大な相互作用を生じる。これらの薬剤を服用中の患者には、興奮、洗毛、頭痛、痙攣。 異常高熱が発生する危険がある。米国では1984年に死亡例が発生した。ペチジンにより脳内セロトニン濃度が上昇するとされる。蒸気の他にも筋子管薬、抗うつ薬の一部、ベンゾジアゼピン系薬物、エタノールと相互作用する。モルヒネと同様にペチジンはミューオピオイド受容体アゴニストとして作用して、 鎮痛効果をもたらす。ペチジンはしばしば麻酔後神腺の治療に用いられる。この抗神腺作用の基準は完全には解明されていないが、カッパオピオイド受容体刺激作用が関係しているものと推定される。ペチジンの構造はアトロピンやトロパンアルカロイドに類似しており、それらの効果や副作用を ある程度持っていると考えられる。オピオイド作用や、コウコリン作用の他にも、ペチジンは、ナトリウムイオンチャネルとの相互作用による、局所麻酔作用がある。ペチジンのインビトロでの後継連作用はその局所、麻酔作用による。インビボでは、後継連作用はない。ペチジンには、ドーパミン輸送体及びノルアドレナリン輸送体の、阻害作用に基づく刺激作用もある。 ダット阻害作用の結果、ペチジンは、コカインと、生理食塩水を区別する訓練を積んだ、動物において、コカインであると錯覚させる。4. フルオロペチジンと、ダット及びネットを阻害することで、モノアミン神経伝達物質再取り込みを阻害する、ペチジンアナログがいくつか合成されている。セロトニン症候群の症例から、セロトニン作動性神経との相互作用が示唆。 されているが、決定打となる実験結果は得られていない。ペチジンはモルヒネよりも使用性が高いので、作用発言までの時間が短い。臨床効果の継続時間は120から150分であるが、通常は4から6時間間隔で投与される。重症疼痛あるいは胎動、または外装に伴う疼痛に対するペチジンの有効性は、モルヒネ、ヘロイン、 ヒドロモルフォンよりも弱い。他のオピオイド薬と同じように、ペチジンは身体的依存、または精神的依存を起こす可能性がある。他のオピオイド薬とよりも乱用されるように思われるのは投与後に効果が発現するまでの時間が短いためであろうか。オキシコドン、ヒドロモルフォン、偽薬と比較すると、 ペチ人を健常者のボランティアに投与した場合の幸福感、集中困難、混乱、精神運動機能障害、認識能力低下の程度は一貫して他より大きかった。特に重篤でペチジンに特徴的な副作用は、痙攣、れ毛、不快感、新鮮などのセロトニン症候群である。これらの症状は主に、または完全に代謝物の一つである。 ノルペチジンにより引き起こされる。ペチジンは速やかに肝臓で、下水分解されて、ペチジン酸になるが、一部は、脱メチル化されて、ノルペチジンとなる。ノルペチジンの鎮痛効果は、ペチジンの半分であるが、半減期は8から12時間と、ペチジンより長いので、投与を繰り返すと体内に蓄積され、腎障害の原因となる。 また、ノルペチジンには、痙攣誘発作用と、幻覚作用がある。代謝物による、この毒性は、ナロキソンや、ナルトレキソンなどのオピオイド受容体喫抗薬では、相殺できないので、間違いなくノルアドレナリンの抗コ,コリン効果が、原因であり、アトロピンとの立体構造の類似性に起因するもので、あるが、薬理学的には、完全には解明されていない。 ペチ人代謝物の神経毒性は他のオピオイド薬とペチ人との大きな違いである。ペチ人代謝物はグルクロン酸保護をされて尿中に排泄される。米国の薬物乱用警告ネットワークのデータによると、有害、危険なペチ人の使用は1997年から2002年にかけて減少しており、フェンタニル、モルヒネ、オキシコドンの増加とは、 対照的である。米国内でのペチジンの紛失、または、盗難は2000年には32,447単位で、あったものが2003年には37,687単位と16.2%増加している。世界保健機関が1994年に出版したアルコールと薬物の用語集には、ペチジンは、ハザードスユーズ、ハームフルユーズ。 ディペンデンスと記載されている。風の定義では、最初の二つの用語が、乱用、三つ目の用語が、依存性を意味している。最初の定量的構造活性相関の研究は、モノアミン再取り込み阻害薬の方向属地換気を変更すると親和性が、どのように変わるかに焦点が当てられた。特に注意すべき点は、P、用化け物と、 ベータナフチル誘導体のダット阻害活性、サート阻害活性比である。マウスを用いた行動活性研究では、いずれの化合物もコカインの代替とはならず、ルマ刺激薬として不活性であった。これは、メチルフェニデート類塩物質が、コカイン様の特徴を示したことと直接対照的で、ある。アリールモとは、ダット親和性が望ましいか否かまたは、 サート親和性が必要か否かで選択可能である。ペチジンは最初は選択的サート阻害薬として発見された。続いて実験されたキューサーでは方向感が MPCL にフェニル元に固定された。メペリジンのエステル結合は体内で速やかに加水分解される。A4 スペーパーオン3 4次クロロフェニルメペリジンの4番目の論文が2010年に出版された。初の合成鎮痛薬として1939年にドイツで開発された。日本で薬価収載されたのは、原末が1955年1月、注射液が1956年9月である。ありがとうございます。